暗くなりましたね。我らをお守りください。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。一番手は誰だ。ヤグザドスモクシュ。イクヌジュニアレイ。コモダの噂は聞いていましたが、生き延びたのですね。どこで捕まった。カシネの浜ですが、今や猛虎の船の泊まり場です。本土での戦に備え船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご本もそこで得られる。
に穏やかだ。かような地があるとは。鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神禄様かと。ようこそお侍様。神禄様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて、神禄様の武勲をお聞きくださいませんか。戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。駒田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、ゆえ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神禄殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。これはダバだ。戦向きではない。バグはよく見るものだ。この蔵は樋口殿のものだ。神禄は武士ではない。口を割らせるか。神禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。
殺したくはない。諦めろ。この俺と、はあ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む、五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め、女衆にも知らせねば。お戻りで。人禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。朽ちた民家、無人だ。死骸だ。誰かから逃げようとしたのか。こっちではない。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。
人を追い払うための仕掛けか。この調子なら。落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、堺家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。
Beach pass!
Thank you.